背番号28番平岡太陽、20問20答頑張ります。イエイ。なんか太陽みたいにみんな照らしてくれみたいな感じです。親がサッカー一番してたんですけど、ポケモンカード集めたりしてましたね。サッカーばっかりで、でも中学校の時は塾行ってました。雑です。物事を時間通り進めることができたことがないので計画を立てるのをやめました。ハワイ行きました、家族で。中3の時行ったんですけど、なんかサーフィンして楽しかったですね。お出かけしたいしたらいいんですかね。疲れない程度に。まあいつもしてないですけど。最近呪術廻戦見てます。なんか映画見に行ってめっちゃ面白かったんでハマってます。特にないです。行きたい場所。海外行ってみたいです。きつくないやつがいいです。その肺がきつくないやつ。時間があったら寝てしまうんで早起きしたいですね。サッカーを始めたきっかけは兄がやってて、それについていくようになんかいつの間にかサッカーが日常になってました。メッシ、圧倒的メッシ。メッシ最高ですね。若い。メッシ最高や。若いわ。メッシうまいから。リフティングなんか友達と競い合ったりして最高記録とかやってました、ね。基礎ですかね。基礎が一番大事ってことはなんか年齢重ねるについて気づいて力不足だなって感じて練習してます。僕はなんか足が変な形しててどれ入っても痛いんで人生最大の悩みです。ここはなんか特にないです。出せ。成り行きで毎日頑張るだけ。出せよ。このクラブには恩がありますし、もっと活躍していろんな人に認めてもらいたいです。そういうのはあんまりないです。何すんだよ。マジでないです。自分次第。自分が大好き。試合に出ること、試合に出てチームに必要とされる選手になることです。今シーズンはゴールを決めたいのでゴールに向かっていくようなシュートとかを打てるように頑張りたいです。いつも応援ありがとうございます。今シーズンも僕も含めチームは全力で頑張るので熱い5000円よろしくお願いします。2回目来た。もっと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 も